その一つになりますんでね。そうですね。2015年の引退というのがちょっとまだ非常に最近のことに感じます、うん、さあ両チームの選手が今紹介されております。まずは鈴木フレンズの方から、背番号1番ゴールキーパーの楢崎誠吾選手です。名古屋グランパスです。4大会連続でワールドカップには出場しております。いやもうまだまだバリバリとねプレーできる選手ですからね。レジェンドですね。J1 の最多出場記録、まあ、こちらを持っている楢崎誠吾選手41歳。これより場内でこうして選手一人一人がアナウンスされて、はい、そしてお客さんの前にこうして姿を現す形になります。まあ、普段の J リーグとはまた一味違 う, こう楽しみ方ができるこのね引退試合ですよね、はい、そして楢崎明さんです。アントラーズ在籍時主力として活躍され、数々のタイトルも獲得されました。楢崎さんに関しましては現役を退かれた後ね、ますますこうマラソンなんかにも挑戦して、ね、お休みになられて、ね、はい、絞ってますよね。そしてあの日韓ワールドカップでは赤いトサカレ中盤獅子奮陣の戸田和幸さん、残念ながらちょっと膝を痛めていまして、ね、この試合はプレーできないということです。そして服部俊博さんです。左サイドバック、それからボランチ中心に非常にクレバーなプレーを見せてくれました。さらにジュビロ磐田の指揮官七海博さん、今日はプレイングマネージャーとして登場です。十分動けますからね、この方の魔法の左足大いに楽しみ。そして小笠原光雄選手です。さらに中山雅史選手、現在は J3 の沼津に所属しています。50歳を迎えました。今日は前半から出てくるようですね。そうですね、楽しみですね。もう随分とね、はい、入念にアップしてましたからね。さらに中村俊輔選手です。いやもう監督が来てますからね、だからこれ来ないわけにいかないでしょ。はい、はい、ね、アントラーズの3連覇にも大きく貢献、野沢拓也選手ですね、野沢選手、はい、そして柳沢敦史さんです。いや久しぶりにね、うん、見られる方も多いんじゃないですか。得点感覚未だ衰えずなんじゃないでしょうか。そしてこちら終盤イケメンでもおなじみです阿部俊幸さん、そして藤田俊也さんです。海外で、指揮官としての経験今学んでいるところです。オランダの FFFA、 それから現在はイギリスのリーズでコーチを務めておられます中田浩二さん、そして、西村拓郎さん、現在こちらホームスタジアム水戸のゼネラルマネージャー強化部長を務めておられます。そして浦和レッズ、さらには仙台で活躍されました水内武さん、なんか見せましたね、なんかやりますね、いろんな意味で見せるプレー、はい、注目ですね。まあ、試合前もなんかやるって言ってましたんでね、はい、そして三浦敦洋さんです、ね、まあ、フリーキック見れたらな、いいですね、はい、あ、鳩選手ね、よくあの横浜の、ね、コーヒーショップで僕会ったりするんですよ。そうコーヒーお好きですよね。そうなんです、はい、そして曽我畑仁志選手です。大ベテランのね、はい、まだ健在なゴールキーパ ー, あー、そして中澤選手、12日に出場が発表されましたかね、結構直前でしたね、中澤選手です。そして現在は埼玉市議会議員を務めておられる鈴木龍太さん、そして本山選手です。現在は J3 北九州に所属、はい、いや素晴らしいプレーね、うん、未だに見せてますからね、はい、今日も楽しみですね。石川大輔さんは今日は残念ながら怪我でプレーできないということですけれども、うん、あの日韓ワールドカップ最年少でのメンバー入り、記憶に新しいところ、 そして鈴木選手が日本に戻ってくる前、アメリカポートランドでプレーしていた時のチームメイトです、ジェイソン・マクラフリー、ソナイカーです。いいですね、インターナショナルなね、はい、その鈴木選手に一つ花をということでしょうね、はい、そしてディフェンスライン金子誠司さん、さらに池内智彦さんと、アントラー時代のチームメイトが続きます、うん、さらに鷲田正和さん、ジェフ、山形、栃木などでプレーされました。15年からは相模原のコーチを務めていらっしゃいます。こういった鈴木フレンズの面々、松木さん改めて豪華ですね。いや豪華ですね、もうね、これ大変ですよ、うん、チームにしたらこれとんでもない金額になっちゃいますからね。
これだけ集まるとすごいなという率直なコメントもね、アルマ TV の方に寄せられております。いや、素晴らしいですよね。はい、松木さん、これ監督だと何もする人ないんじゃないでしょうか。むしろ監督が一緒に楽しむというのがね、この引退試合の素晴らしいところですよね。さあ、一方の水戸セレクションズのメンバーも今紹介されています。プレイングマネージャーを務めるのが本間浩二さんです、ゴールキーパー。さらに尾本圭選手です。2011年からは4シーズン最終ラインの要として活躍しました。まあ、水戸のファンの方々もね、懐かしい顔が見れて、いや本当です、これはもう一つ楽しみですよね。これはこれで結構グッとくるメンバーなのではないでしょうか。うん、石上康生選手です。実は昨シーズンでプロとしてのキャリアは退きましたけれども、来シーズンからは、まあ、地元でのプレーが決まっております。社会人リーグ2部でのプレーが決まっているということです。昨シーズン2度目の水戸でのプレーをしました橋本浩二選手です。そして村田翔選手、中央大学から加入して1年目からボランチとして活躍されました。橋渡り鉄次政権の中盤の汗かき役でした。さらに日本代表経験者吉原康太さんです。そして木森大輔選手です。大輔さんです。水戸創世記、チームを支えた10番です。さらに神戸からこの水戸に加わって覚醒して、そして松本山雅にステップアップしていきました。三島航平選手、さらに岡本達也さんです。現役時代は坊主頭でゴールを決めた後の大仏ポーズがファンには愛されました。ちょっと髪もだいぶ伸びまして、ね、イメージも変わりましたけれども、お客さん、お子さんと一緒に入場です。さらに西岡健太選手、村田翔選手とともにこの中盤、橋渡監督時代に支えました。レフティの島名優希選手です。小兵ながらそのドリブルのキレ、そしてラストパス、一見の価値あり。そしてゴールを決めた後のアクロバティックなバック中には女性ファンも大いに沸きました。時は聡さんです。そして上園和明さんです。 J2 に上がってきた富山を支えた上園さんでした。お、山村優希さんです。水戸では6年間プレーをしました。明治大学から加入後、大いに選手ファンの期待を集め続けた山村優希選手。そして小野博信さんです。2010年から12年に水戸でプレーしました。来シーズンからはこの、そして細川淳也選手、最終ラインの現在の要です。さらには41歳になりましたマルキーニョ、現在では水戸ジュニアユースのコーチを務めていらっしゃいます。そして飯田裕二さんです。現在水戸ホーリーホップ栄光ジュニア監督兼普及コーチ、今シーズンからこの富田大輔ベテランが戻ってきます。この人もピッチを大いに沸かしてくれました。小兵プレイヤーの小澤司。そして2000年から2003年まで水戸に在籍されました北川義雄さんです。現在は水戸ジュニアユースの監督を務めていらっしゃいます。さあ、そして来ましたね、来ましたねお子さん2人と手をつないで、可愛いお子さんたちと今日はもちろんご家族もこちらスタジアムに駆けつけています。お子さん2人とのこの入場です。おいいですね。もうやっぱりスポーツ家族ですね、はい、いやもう負けじとお姉ちゃんに負けじとね、弟さんもね頑張ってますね。お子さんたちがこのお父さんの晴れの舞台を最初から、はい、こうして盛り上げてくれています。確かあの鈴木選手もあの点を決めたりするとああいうパフォーマンスしたりしてましたもんね。どうでしたか、飛んだり跳ねたり してませんでしたっけ、なんかねいろいろ。前半はこの水戸セレクションズでプレーを行います。その水戸でプレーをされていた当時の30番の背番号背負ってピッチに入場してまいりました鈴木孝之さんです。